アニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石正義です。そしてOxTのTom-H@ckです。さあというわけでね、前回の放送2日後にシングルの方がリリースされたんですけど、皆さん聴いていただけましたでしょうか。サイレントソリチュードオーバーロード3、エンディングテーマになっております。まあね、僕らとしてもですね、渾身の一作になっておりますので、ぜひとも聴いていただきたいところでございますけども、我々OxTがですね、9月の12日にファーストアルバム「Hello New World」こちらをリリースするということでですね、その発売を記念しまして料理番組がスタートしたわけなんですけども。初めてね、料理をしていただいているところを見ていただいたと思うんですけども、まあ皆さんからもね、いろんなメッセージいただいております。どうもー、Tom-H@ckです。まあ俺の目の前にコンロあるからな。燃やすのやめてください。なんで僕一応ね、前回の収録終わった後にね、うちのマネージャーに言っといたんですよ。トムクックだけ外してくれ。やめてください。なんてこと言うんですか。大体お前9割方段取り間違ってるから。それがトム・クックのいいところでもありますよね。いやいや、絶対番組的にあかんところやろ。お前ちょっと可愛いキャラが演じれるようになってた。クック君よろしくお願いします。よろしくね。よろしくお願いします。お願いします。もう元気だけはいいね。元気。さあということで第2回目ということでして、今回作るのは清涼感たっぷり昔ながらの冷やし中華でございます。美味しそう。お二人冷やし中華お好きですか？僕は好きですよ。俺も大好き。うん、なるほど。美味しい冷やし中華をいっぱい作りましょうね。おお。さあ、冷やし中華を作っていきたいと思うんですが、見てください。冷やし中華途中まで準備しております。あのさ。出番ねえじゃん。出番ねえから、これ全部切られてるから、これも。お二人がその素材を刻むのがうまいのはもう前回分かりました。今日の見せどころは何なの？その中で大事なものが抜けてるんですよね。分かりますか？え、大事なものが抜けてる？愛情じゃね？なんでそんな急に心に染みるようなことを言い出したの？今回は昔ながらの冷やし中華とか、結構そういう枕言葉ありますから、なんかそれに付随するもんなんですかね。昔ながら冷やし中華大事なのはですね、錦糸卵とタレです。このタレと錦糸卵、もう冷やし中華で一番大事な2つ、これを皆様に作っていただきたいと思っております。まずはじゃあタレから作っていきましょうか。オッケー。はい。クック君ちょっと。何？どうした？僕らまた今日やってないことがありますわ。何何？手洗ってね。いやそれはな。今から作る。今から。お醤油と酢を入れるね。はい。じゃあ俺酢係ね。お好みの量を入れてもらいたいんですが。お好みの量なの？全部入れちゃったよ。だお前いつも遅いんだよな、ちょっとな一歩な。これね、砂糖。はい。砂糖。全部白いからどれが砂糖かわかんない。メモリがないけどまあいいでしょう。20もない。1つまみぐらいですかね。ごま油を小さじ1ですね。ここでちょっと舐めてみてもらって。指で失礼します。俺もちょっと失礼しますね。あ、うん、美味しい。ああ、そうだね。ちょっと濃いめ。ごま油がだいぶ効いてる感じ。うん、美味しい、美味しい。じゃあ、それを火にかけてください。はい、お願いします。砂糖をね、ちょっと火にかけて溶かしたいんですよ。溶かしたい。そんなにね、いっぱいね、さなくても大丈夫なんです。ちょっとグツグツ言い出したらそのぐらいで OK という感じでございます。なんか言われた通りやってる感じ。特に料理やってる気分にはなってないね。なってないね。なんか言われたものをやってるってこなしてる感じ。うん。棚卸しと同じ感じ。大丈夫。こっからまだ錦糸卵も作んないといけないですから。ちょっとかき混ぜながらなんか見た方がいいのかな。クック。めっちゃグツグツいってきてる。ああ、じゃあ止めてください。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 ああ、よかった。銀の器に。ああ、すぐ湯気立っちゃってるからね。ちょうどグツグツですよ。はい、ありがとうございます。で、ちょっと置いといてください。はい、じゃあ。はい。はい、置いときましょう。さあ、そして。だいぶ難しいとされる錦糸卵を作っていただきたいなと思っております。だいぶ難しいとやっぱされるんだね。いや、錦糸卵難しいんですよ。2個いきましょう。お出汁ぐらい入れたいけどね。まあいいか。はい。オッケーですかね。オッケーだよ。いいと思うよ。卵を回しながら入れてってほしいんですよね。回しながら入れる。は薄い方がいいんだっけ？そうだね。薄いほどいいんですよ。これは薄ければいい。薄いほどがいい。とにかく薄い方がいいんですよ。うまくこう。はいはいはい。あ、これいいんじゃないだよ。あ、いいですね。半熟なとこなくなりました。まだ半熟あるくらい熱い。あ、まだあります？でしょ？まだあったらまだこう。そういうことだよね。はい。待って、全然半熟あるから。半熟あります。うん、全然焼き切れてないまだ。なんかすいませんね。うん。うん、なんかすいませんね、せかしちゃった感じになっちゃってすいませんね、なんかね。すごい美味しそうだよ、ほら。ああ、いいですね。完璧だな。完璧や。はいはいはい。ひっくり返す。あ、ちょっと待って。大丈夫大丈夫。いやいや、取れたけど、取れたけど、取れたけど。広げてください。熱くないですか、大丈夫ですか。大丈夫。あ、大丈夫。だからね、ほんとちょっとでいいよ。あ、あ、いいぞ。これでもちょっと、あ、もっと欲しい。もっと欲しい。もっと、もっと全然欲しい。もっといる。全然欲しい。全然欲しい。どう。あ、もうちょっと欲しい。もうちょっと。あ、いい。もういい。はいはいはい。火を消して、お箸で周りを取って、ヘラで取ってください。いや、もうね、取らなくてもで大丈夫。おお、すごい。すっごいいい感じです。薄いです。すごい綺麗。あ、すごい。感じ。これ難しいんですよ、実は。そうなんだ。はい。全然難しさ感じなかった。どうしよう。僕たち全然難しさ感じなかったよ。なんだろう、この初めていただく感情。君、これぐらいイライラさせてんだよ。はい、じゃあ今焼いた卵をですね、くるくる巻いてってほしいんですよ。くるくる巻く。はい。重ねてていいですか。こういうこと。はい、そうです。で、それを。お蕎麦職人がお蕎麦を切るような要領で細くこう。なるほど。あ、すごいすごい。すごい。ちょっとまだ柔らかいよ、これ。柔らかい。大丈夫。うん。あ、ちょうどいいですね。美味しそう、美味しそうじゃん。俺切んなくていい？あ、俺行くよ全部。あ、全部行く？いいですか？いや、切りたいんじゃないんですか？うん。俺の見せ所ないんか。あ、そっか。ごめん。あ、いいよ。全部切っちゃって。いいよ。俺もまな板止めてるのに命かけてる。オッケー。あ、綺麗にできましたね。すごい。それでは、盛り付けをしていきたいと思います。冷やし中華添えるだけ変ですからね。はい。クックは手伝ってないの、これ切るの。クックは手伝ってないですね。あ、そうなんだ。はい。来たらね、スタッフさんがすげえ切ってました。ああ、それを見てたんだ。うん、それを見てましたね。そうか。どこでもそうやってちょっと毛嫌いされるの？嫌われがちね。本当に嫌いではないでしょ、さすがに。俺本当に嫌いだよ。そういうことを言う時のテンションだけ気をつけていただければ。ということで、盛り付け完成ですか？はい、完成しました。俺、こうモリモリ盛るよね。モリモリ盛る。僕ちょっと少なめです。俺真ん中にチャーシューがドンって。あ、僕それこそね、僕らが切ったその卵を真ん中に。では、いざ実食に参りましょう。実食。ということで、まあ冷やし中華卵よくできましたからね、これ。ちょっとまあ先に乾杯しようかなと思います。はい。これさ、スタッフさんすごいね、おじさん。撮影なんやから。もう日本酒みたいになってるから。ビールが。いいの別に、もうそんなにね、サービスしなくてもいいんです。サービスっていうか合わねえから逆にサービスじゃねえな。じゃあ乾杯。ああ、美味しい。うん。いただいちゃってもいいですか？じゃあいただきましょう。いただきます。これめっちゃうまくできてるよ。どう？めっちゃ美味しい。本当？うん。まあ意外とほぼもう作られてたようなもんだから。いただきます。うん。うん。冷やし中華。もうまんま冷やし中華。めっちゃ冷やし中華。はい、お食事中すいません。はい、大犬正義です。はい、ということでまた今回もインタビューにやってまいりました。ありがとう。はい、今回なんですけれども、9月12日にファーストアルバム「Hello New World」がリリースされるということで、こちらのお話を伺えればなと思います。よろしく。は早速なんですが、そのファーストアルバムがついにリリースされるということで、何か特別な思い入れなどはあったんでしょうか？俺たちが一番最初に結成した時にライブしたんだけど、4年5年ぐらい前ですかね、OxTは結成しますよって発表して、はい、それと同時に実は初めて披露する曲があったの、その曲を今回ファーストアルバムっていうことで収録したの初めて、ちゃんとした形で。タイム感っていうか、この4年越しのね気持ちがまたなんかこうアルバムに収録された感っていうのはあるかもしれないですね。でもさ、あの時さ、めっちゃ思い出すんですけど、ステージ上で「俺たち今からOxTを組みます」みたいな発表したらお客さん沸いてくれて、それでそのタイトルコールしたのが「それでは聴いてください、Hello New World」って言ったんですよ。あれちょっと僕あの時の光景すげえ思い描いてたんですけど、俺もね覚えてる、あれ本当にあれさ良かったよね。あれは良かった。2人で結成して新しい世界を覗きに行こうぜっていう、あの感覚そのまんまに今回そのファーストアルバムに収録されてるっていうのは、それは非常になんかこう一つね、僕らのコンセプトというか、まあ気持ちのこもった一曲になってるんじゃないかなというふうに思いますね。やっぱその自分も音楽キャリアがそれまでね12、13年あったけども、今度トム君と一緒に2人で作る景色ってどんなんなんだろうっていうのを考えた時に浮かんできた歌詞だったりする。これね、歌詞も見てほしいんだ。あ、僕が歌詞書いてるんですよ。歌詞がいいんだこれ。新しい仲間と船でもう船を出そうぜみたいな、もう本当に感動する歌詞ですよこれ。いいですね、ありがとうございます。嬉しいな。だからすごい光に満ちた楽曲になってるんじゃないかなと。なんかこう後ろからさ風がめっちゃ吹いてて、それに乗ってる感じが曲としてあるよね。ある。多分聴いてる人も多分ねすごい希望を持ってる曲だと思う。君も一緒に船に乗ろうよ、乗ろうよたちはねとか、なんかそういう投げかけがね最初からできる、そんな楽曲になってるかなというふうに思いますね。では続いてなんですが、アルバム全体の構成やその選曲というところで何かそのお二人で話し合ったことなどはあったんでしょうか？OxTを結成する時のコンセプト自体がカラフルっていうねコンセプトで、2人のクリエイターが集まってカラフルに引き出し多く答えていってあげたらいいなっていう、まあ僕らからの意思もありましてですね、いろんな人たちとコラボさせていただいてるんですよね。そうですね。アレンジャーさんに本間さん、そうですね、入っていただいたりだとか、僕がもうずっと大ファンのプロデューサーの方で、はい、もう今とも J−POP 界ではもう本当にもう大御所の方なんですけど、その人にですね、君じゃなきゃダメだみたいね、そうバージョンでその作りたいんですけどみたいな感じでお願いしまして、すっごいおしゃれな感じになってるんですよ。めちゃくちゃおしゃれな感じになってるんですよ。他にもね、そのトム君が信頼するクリエイターさんにアレンジをねお願いしたりだとか、そういう意味ではOxTの色に多種多様なね色味を足したカラフルなニューワールドが繰り広げられてるんじゃないかなと思いますけど。はい、ありがとうございます。では最後になんですけれども、約1ヶ月後ぐらいのリリースとなっておりますが、ご覧になっているファンの方に改めてそのメッセージいただけましたらと思います。先ほども言った通りですけども、4年前から一応そういう構想がね始まってた、そんなアルバムになっております。ファーストアルバムっていうのが今回きりしかないですから、次はセカンド2つ目のねアルバムになっていて、大体のアーティストさんがファーストアルバムを作るまでの軌跡みたいなのがもう何年もあるわけですよ。で今度セカンドアルバム作ろうと思ったら制作期間が1年ちょいだったりとかするんですけども、ファーストアルバムが他のアルバムに比べると制作期間が長めだったりするんですね。つまりいろいろ練られてたりだとか、自分たちが表現したい世界だったりとかが凝縮されてるっていうパターンが多いんですけども、今回のOxTのアルバムに関してもそう思っていますので、ぜひともOxTのそのカラフルさをね堪能していただければというふうに思います。9月の12日ファーストアルバム「ハローニューワールド」リリースです。こうやってさ料理番組とかももうするようになっちゃったわけよ。ああ、そうですね。僕たちはね、そんなこと思っても見なかったじゃん当時は。まさかね、まさかこんな料理一緒に作ってさ、だからそういうことを考えるとなんかいろいろ奇跡が本当に詰まってるアルバムだなと思うので、そういう感じの心持ちでまた聴いていただけると、また新しい世界観で聴けるのかなとも思うので、それも踏まえて皆さんよろしくお願いしますという感じです。ありがとうございました。まあね、そういう感じですから、ここで一発乾杯する？しましょう。やっちゃいましょう。何なのこの流れ、だってさっき乾杯したじゃん。いや乾杯ってめでたいものだからいくらやってもいいわけよ。もう俺たちだけやっちゃおう。あ、やろうか、うん、やろうか。愛するってすげえことないね。じゃあ温度取らせていただきます。はい、乾杯。乾杯。2回目の収録終わりまして、終わった。あのさ、やっぱさ、トム・クックのこと好きにならないマジ？ちょっとじゃあ次回さ、もっと仲良くなるためにもっと努力しよう。あとさ、もう一個さ、納得いかないことがあるんですよ。インタビューパートっていうかね、この前のやつのなんで乾杯2回するの？乾杯はめでたいものだから。いやいや、納得いけやん。だって1回でわかるよ。乾杯、よっしゃー、じゃあね、もうこれから食べましょうやみたいな感じでわかるけど、2回目だって完全にコーナー締めるためにお茶濁すためになっちゃう。いや、それスタッフに言って、俺わかんないもん。俺に言われたんですよ。次回はあるかないかわからないですけど、2回目の乾杯あったらほんまにね、本当に説教してください。あらというわけで、アルバムもいよいよリリースということでですね、9月の12日ハローニューワールドよろしくお願いいたします。 OxT の大石正義、そして OxT のTom-H@ck でした。バイバーイ。また次回ね。